ってると思う人拍手してください。いかがでしょうか。マイクがねワイヤレスですからいつものようにはいかないと思います。さあそれではですね、早速始まります。それでは PA さん、音楽きれいにフェードアウトお願いいたします。それでは音楽フェードアウト。それではですね、この後は2番のメロディーをしっかりとかけてください。お願いいたします。3番のメロディーをしっかりかけてください。よろしくお願いいたします。接近メロディーです。どうぞ。もう一回お願いします。接近メロディーが流れます。まもなく1番線に快速高尾行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。まもなく1番線に快速高尾行きが参ります。コンピューターらしく、まもなく1番線に1番線快速高尾行きの到着です。黄色い線の内側に下がってお待ちください。 The Rapid Train Bound for Takao We are soon arrive on track number 1. For your safety, please stand behind the yellow line. 一番お下がりください。快速高尾行きの到着です。少々怒ってる駅黄色い線をはみ出している乗客がいると、通常の駅員さんだったら一番線お待ちの様でした。快速高尾行きの到着です。 The Rapid Train。そしてはみ出している客が何人かいると忙しい時間、駅員は少々怒っている。一番線下がりください。一番線は快速高尾行きの到着です。黄色い線まで下がってお待ちください。似てると思う人は拍手。いかがでしょうか。ポイントつきましたね。ポイントつきました。通常の駅員さんとちょっと怒っている駅員さんの違い、これからちょっと怒っている駅員さんを見るたびにあの黄色いやつを思い出し、ホームで急に笑いがこみ上げてくる。立川慎二はこう見えても元セメント会社技術部出身の社員。会社の名前はいつも申し上げますが、お知らせすることはできません。そのカメラに向かって、会社の名前をお知らせすることはできないんですが、小野田セメントに勤務していました。小野田セメント株式会社技術部土木建築グループ元社員番号8581番、ドラフターで設計図面を書いてた人間が今は電車モノマネライブが仕事。やっと病み上がりから戻ってまいりました。ピエさん、もうちょっとボリューム上がりますか。ハウリングを起こさないぐらいちょっと上げてみてください。頑張って。やっぱりこのくらいの音がいいね。もう一回怒ってる駅員。あ、一番線もしもそうでした。一番線快速高尾行きで危ないですよ。黄色お下がりください。まもなく1番、もう一回3番行きましょう。まもなく1番線に快速、この音がいいね。まもなく1番、今日ちょっと待って、このメロディーね、僕のスマートフォンの着信音。あのね、もうニューミュージックとか歌を着信音にする時代は終わった。もう一回かけてください。 P さん、3番。このメロディーを着信音にしてると喫茶店で鳴らすとね、みんな帰り支度始めるんだよ。最高だぜ。じゃあ P さん、もう一回行きましょう。ドンと行きましょう。3番。まもなく2番線に快速高尾行きが参ります。英語放送。 The Rapid Train Bound for Takao We are soon arrive on track number 2. かっこいいよね。2じゃない、 Track number 2. Track number 2. For your safety, please stand behind yellow line. すると駅員さんがその流れに乗って自分に酔った放送。1番線お待ちのそうでした。1番線車遅れております。折り返し12時13分発の快速高尾行きの到着です。かっこいいよね。快速高尾行きじゃん。快速高尾行きの到着です。そう思うというお客様、拍手いかがでしょう。自分でももう病み上がりなのによくぞここまでやるよなと思います。電車が入ってきました。電車が入ってくる時の車輪の音も全部やります。 VVVF インバーターの音も全部やります。ほら、車輪の音はね、女性の方、一般的な表現とすればガタンゴトンガタンゴトンが通過中の方ね、ガタンゴトンガタンゴトンだよね。電車の車輪の音はね、おじさん違うんだよ。僕すごいだろ。僕が逃げていったよ。それだけさん、4番お願いします。
2番線ドアが閉まります。ご注意ください。リバン線お待ちの様でした。リバン線折り返し中央線快速高尾駅です。本日休日運転のため高円寺1番線2番線4線ドア閉まります。はい、マイクお願いします。進行JR からもらった本物の笛、東急ハンズでも売ってねえんだよ。1個100万円であげようか。もう一回行く。笛の鳴らしがし、パシコー。なぜ車掌はあんな声で喋るんだろう。私の知人の車掌からよく言われる。このネタはやめてくれと言われています。なぜかと言ったら、自分を見て笑うやつが増えてると。立川新司があっちこっちで余計なネタをやるからだと言われています。もう一回行きます。パシコー。特に西武鉄道がすごい、あの喋り方。 JR は割と低音。パシコー。西武鉄道は特にすごい、なぜか。はい、出発進行。これブレーキ感覚。運転士がハンドルをひねったら床下から。知らなかっただろう、ブレーキ感覚よ。女性の皆さんもホーム車内で見ず知らずの人に説明せずにはいられない。ここまで近づくのは珍しいんだぜ。立川新司面白いなという皆さん、拍手いかがでしょうか。さあ PA さん、失礼しました。ちょっとマイク近く。